さあさあやっていきましょうか。バイオハザード RE4 ラストパーク。ということで、走り抜けながら、前回のことをお伝えしたいと思います。あ、ちょっと待って、武器装備してねえし。武器を装備して、まずショートカット登録。OK。そう。はい。で、前回ね、ナメプーしてたらね、サドラーの手下にやられちゃったというオチだったんですけれども、まあ、なんとか無事ね、ラスボスをね、もう超時間をかけながらね、ぶちのめすことができましたということで、ああ、落ちてゆくー。そんな私でよければ、ぜひチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押していただけたら、もうこのような喜びでございます。ということで、走り抜けるー。やつが来るから、左に避けとく。ドーン。絡まれないと済むよね、これね。はい。うえー。みんな二日酔いでやばいね。これテキーラ何杯飲んだらこうなるんだろうね。はい。でラスボス、なんでかラスボスって言ってるかっていうとね、今回ちょっとね、僕の腕で果たしてできることかどうかっていうね、ちょっと実験をしよう。重いんだ、重いんだす。でん、よいしょ。はいはい。うえっ、ごめんね。うん、なんかムカついたから撃ってみた。はい。うえっ、どうやって。本当にもうあれだね、なんか新宿歌舞伎町みたいな街になってる。何ヶ月前か、半年近く前に行ったのかな。いやいや、それは言い過ぎだ。4ヶ月前くらいか。さあ、ということで、今回は一切ね、スピードを落とさずに行ってみようという回でございます。さあ、このスピードに私は乗ることができるのだろうか。ブーン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 。さあ、どっち右開いてるね。左だね。左開いて、痛い。そんなの関係ねえ、そんなの関係ねえ。余計いいねえ、余計っぷりが半端ないねえ。だからこれ、もしね、1回で無事クリアすることができたとしたら、私はもう、ふぃー、捕まってろー。そう、無事クリアすることさえできれば、このパートは非常に短くなる。しかし、何度もぶち当たるようだったら、私は何回も繰り返していかなければならない。あ、なんか意外とあれだね、スピード乗ってる方が操作しやすい。変にビビる方がダメかもしれない。お、うまくいってる。やった、ふー、全然回転してくれないけど、あ、やばい、超楽しんでる。おなごが超楽しんでる。よし、いけ、抜けろ。これもし一発でクリアすることができたら、皆さんチャンネル登録ボタン100人分お願いします。イエーイ。あ、なるほどね、飛んでからうまいタイミングで上から落ちます。アルベートゴー。違う、やばい、抜ける、抜けて、よし、オッケー。あ、いけそうじゃない、まさかいける。おー、いやー、今回無理だった。ちょっと待って、ちょ、当たっちゃったけど、お、すげえ、一発いった。やった、ノンストップで一発でいけた。めっちゃストップしてたけど、ぶつかって、ぶつかってストップしたっていうのは許して、ぶつかってごめん、プレイ終わっちゃったまさかの開始2分で終わっちゃった。めっちゃめちゃやな。大丈夫、でもすごかった。ね、こんな状況になってまでジャケットを脱がないというレオンの凄さね、本当に。いやー、お疲れ様でございました。はい、ね、一応ね、うん、今回の趣旨はね、ナイフとハンドガンでクリアしていこうという回だったはずだったんですけれども、はい、なんか投擲物投げたりとかね、途中でなんか無限武器乱射しまくったりとかね、まあいろいろとこうちょっとおかしなことも起こったりとかしたけど、あれ、そんなことなかったよっていうふりをしてね、無事クリアすることができました。いやー、だってさ、もう言い訳させてもらってもさ、いいと思うんだけど、てか言い訳ばっかりで申し訳ないんだけど、やっぱむずかった、ぶっちゃけ。あのね、ナイフと、あとね、ハンドガンをボコボコ打ち始めると、もうね、右に打ってるはずなのに左に行ったりとか、左打ってるはずなのに右に打ってるとか、もう上下、壁、床、あさって、空とかね、うん、打ちまくってっからさ、もう無理っていうね。うちへ帰ろう。おうちへ帰ろう。でんでんでんぐりがりで、ブーン、バイバーイ。燃料はつきます。ここどこ走ってんやろな。こちら HQ、 スペインでしょ。スペインだったら地中海、まさかこれ大西洋ってことはないよね。レオンのどの辺じゃねえや。レオンのどの辺はもうおちんちしか浮かばないんだけど、違う、スペインのどの辺なんだろうね、この村っていうのが。うん、まあ無事そこをね、大西洋をまさかのジェットスキーでくぐり抜けることができるというところでね、うん、まあ、極秘任務だからね、大統領の娘触られましたみたいなことになったら、ありとあらゆる国のね、アメリカで敵対する国のね、テロリストたちがね、もうこぞって、今がチャンスだって、大統領弱ってんべーって襲ってきちゃうからね。うん、はい。アンポヤスイルさん、ありがとうございました。本当にね、カズノリカドイさんとかね、ゲームってラクチャー。いやー、楽しかったね。もう本当に。ただただ私の素が出まくるっていうね、本性が出まくって暴走してさ、
もうなんか絶叫してブチ切れてっていうね、もう30歳過ぎたおっさんがあのうまくプレイができなさすぎて、あのその怒りであれ狂うっていうね、ただただ叫びまくったっていう動画だったかもしれないですけど、まあ全体のパート通してね、あの今までと違ってそのさ、なんかナメプじゃないけど、そのなんだろう、やっぱ楽々クリアするというよりもさ、うまくプレイできないからこそっていうハンデも抱えつつさ、しかもあの極力ハンドガンとナイフでクリアしていこうぜっていうことを考えたら、まあ頑張った方なんじゃなかろうかっていうね、うん、いうことをまあ信じてるというところでございますね。いやー、でしかも最後あのちょっとまあ最後の最後でギリギリぶつかっちゃったけど、逆になんかビビらずにぶっ飛ばした方がジェットスキーってうまくいくんだなっていう気はした。まあ、あとは何回かやってるからコースもちゃんと覚えてたのかなっていう、ね、あの全然覚えてないけど、あの肌感覚でちょっと覚えてたっていうのがあったかもしれないね。さあ来た、もうこのシーンとかさ、完全にハリーポッターの死の秘宝をパクってるよねと思うよ、個人的には。うん、死の秘宝でさ、なんかホグワーツ城に入るところの橋をさ、あのボルデモートが率いて杖持ってね、でハリーと戦って、ハリーが死んだ死んだって死んだふりしてさ、であのそれが逃げてさ、ウエ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 やってるみたいなね。うん、さあこのペンダントは一体誰のペンダントなのか、なんか誰か映ってるけど、左あれじゃないか、あのドラゴンクエストモンスターズじゃないや、ドラクエ1に出てくるロトじゃないですかね。いやー、ものすっごい不穏な音楽が流れてきてるね。まあ、そんなことも言いつつで、これがアンバーっていう認識でいいのかな、わかんないけどね。まあなんだかんだ楽しくやらせていただきましたよ、本当に。で、何よりもやっぱり何回見てもね、このシーンがね、あの次の伏線というところでね、もうぜひね、RE5 やってほしいっすよね。RE5 やっぱりやるとしたらさ、うん、普通に、なんだろう。アンバーを手に入れたわ。アンバー手に入れたわ。よくやった。ね、やっぱり、あの、普通に考えると。これで何をするつもり？いや、何をするつもりです、何をするつもりなんですよね。うん、RE5 はやっぱ2人プレイできないとね、バイオハザード5の醍醐味だもんね。初めてそのコーブプレイができるようになったっていうのかな。5、6とあとリベ2か、リベレーションズもね、できればね、 RE シリーズじゃないけどさ、そのまあ2でコーブプレイができるんだったらぜひ2やってほしいけどね。あ、通常2人プレイできるようになってほしいけどね。果たしてどうなるか。うん。聞けてよかったわ。進路を変えて、今すぐ。すっごい怖い声だ。これってマイクなの？なんかマイクと同じところにそのほくろがあるみたいな話があったから、実はこれマイクなんじゃね説が出てるけど、果たして本当にマイクなのかな？わかんないけど。いやー、目つきがエロいですね。エロすぎる。嫌いじゃないです。むしろエロい女に会ってやってみたいね。昔なんか中学校とかにいたけどね。うん、高校は、なんだろう、自分で言うのもあれだけどね、公立のそこそこの進学校、それこそあの、カンカン同率にあの学年の半分以上は行くようなね、まあその程度で進学校って言うんじゃねえよっていうかもしれないけどね。まあまあもちろん、あの、進大、京大、阪大とか行く人もいたけどね。うん、っていうような高校には行ってたけどね。うん、まあでも逆に言うとその、まあ僕浪人しちゃったけど、浪人生が結構少ない学校で、その僕らと同じくらいの学校か、その1個2個上の学校とかだと、やっぱり国公立目指して浪人するっていう人が多かったけど、僕らの学校ってね、その、もう早々にもう3教科に絞って頑張るっていうので、カンカン同率のその、合格率が結構比較的高いみたいな、そんな学校だったんですけどね。はい。ということで、動画ね、最後までご視聴いただきまして、本当にどうもありがとうございました。まあいつものごとくね、あの動画を飛ばさずに最後の、まあアフタートークをね、やるというね、まあ、ピロートークをしましょうというところなんですけれども、みんなとプレイしたからって全然見ないんでね。はい。何残っちゃかって。で、次回からなんですけど、まあ、明日からなんですけど、まだちょっとね、収録してないから、この後終わったら収録しないと、明日の投稿に間に合わないから、今から頑張んなきゃいけないっていうことなんですけど、はい。バイオ RE2 をまたやろうと思っています。はい。で、僕の場合はね、その、いろんな実況者さんがやってるさ、なんだろう、あれなんだっけ、あれってなんだっけ、話してます。なんだったっけ、なんか改造バイオにするやつ。
モッドだモッド MOD のモッドねとかいろいろやってる人とかいるんですけど、僕の場合ちょっとモッドはやらずに普通のバイオをやっていこうかなと思います。というのももう今モッド入れたら多分ねパソコン爆発する間違いなく、うん、っていうのは、まあ、その自分の収録環境の話はよくいいとして、なんかね友達とかちょこちょこねあのバイオ RE4 の何月くらいかな、4月か5月くらいにやった村観光ツアー、バイオ村観光ツアー、イエーイ、カン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 って言ってね、なんかひたすらベラ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 喋るっていうの、あれをあの RE2 であのガチでやってほしいって言われたんですよ、うん、だからあのテンションをなんか途中でも僕だんだんねあの案内するところがもうしんどくなってきちゃって普通にトークするだけの村観光ツアー、村、城島みたいな観光ツアーになっちゃったから、それをあの本当にもう最初から最後までテンションぶち上げてやってくれっていうねあのいうご要望をいただいたので、仕方ねやってやろうじゃねえかっていうことでねやっていこうかなというふうに思っています。でまあただ RE4 と違って RE2 の方がその観光するというか、なんだろうな、ステージがその比較的絞られているから、まだねあのいろいろとそのまあある程度ちょっとネタを今から考えて案内する分に関しては、まあ、時間もそこまでかからないし、区切りやすいし、であの行ったり来たりすることができるから、まあ、一度案内してるところはね、すっ飛ばしてね、次にポン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 って行けるから、まあ、まだマシなのかなっていう気はしてるけどね、まあ、あのテンションでね、また、おっさん頑張りたいと思いますんで、あの期待を込めて、ぜひね、チャンネル登録とか、押してもらえたら嬉しいです。はい。いやー、もうね、頑張ってるんですよ、いろいろとね。どんなおっさんでもね。まあ、普段はあのしがないサラリーマンをしております。まあ、営業現場でね、ちょっとマネージャー職なんかをやらせてもらえないんですね。まあ、名ばかりのマネージャーなんだという営業をやりながら現場を回って、企業様のお手伝いをしているというところですね。まあ、時々ね、もうこの時期になって落ち着いたけど、ちょっと前なんかは、やっぱりその就職の相談なんかもね、面接とかどうやって切り抜けたらいいですかとか、仕事選びとかどうしたらいいですかみたいな相談とかも聞いたけどね。まあまあ、適当でいいっすよ、適当でいいっすよって言ったら失礼かもしれないけど、やりたい仕事とかね、自分が、まあ、何に向いてるかっていうのをね、軸に考えるのは非常にいいのかもしれないですけど、何やりたいかなっていうのは、3年で変わります。うん。3年したら5年もしたら変わるよ。うん。好きなことってのは変わらないかもしれないけど、やりたいことなんてのはね、変わっていくんですよ。だってさ、昔幼稚園の頃何になりたかったですかって言ったら、僕はね、ルパン三世になりたかったです。じゃあ小6の時に、小学校卒業する時になりたかったです。バスケのコーチやりたかったです。で、中学校の時になりたかったですかって、マスコミになりたかったです。じゃあ、高3になった時になりたかったですかって、考古学者になりたかったですっていうね。僕は、もうそれぞれのステップごとにね、なりたいものが変わってってるから、で、人生でさ、独身の時にさ、一人を謳歌してる時なんかさ、こんなことやりたいです、あんなことやりたいですってことを考えてもさ、まあ、独身貴族やりたいって、もう30ぐらいになってきてると、来たらそろそろちょっと結婚して子供も作らないとやばいかなと思って、子供でき結婚します、子供できますってなったら、またそこでねライフステージが変わってやりたいこと変わります。で 40からまあ50くらいになってきたら、まだ僕31だからその年になってないか分かんないけど、やっぱり子育ても一段落してくるか、まあ、もしくは子供たちがね独立していってまた夫婦2人に戻りますとかってなった時には、やっぱり自分のやりたいことまたね、っていうのがパッと新しく浮かぶたりとかっていう、ライフステージによってね、いろいろやりたいことなんて変わるから、それによってね、仕事もね、転々としてもいいと僕は個人的には思います。まあ、ライフシフトなんていうね、漫画じゃねえや、ライフシフトっていうね、本なんかにも、やっぱり人生でね、節目のところで、身につけるスキルっていうのも変えるっていう意味で、仕事を変えるっていうのはありですよ、みたいなこと書かれたりとかしてるからね。うん。まあ、それくらいやっていかないと、100年時代さ、40年、50年僕らの時代って働かなきゃいけないですけど、新社会人になったとしたらさ、それを考えたらさ、ずっと40年も50年も同じことやってられるって相当好きじゃないとできないよ。で、仕事を好きで始めるなんて人さ、そうそういないから。うん。大概サラリーマンになるわけじゃないですか。サラリーマンになって、サラリーマンでやってる仕事を好きで続けるなんて人はね、まあまずいないよっていう話だから、それができる人がいたら、まあ、経営者になった方が手っ取り早いし、そっちの方が効率がいいからね、稼げるし。うん。っていうことを考えたら、まあ、そういうことじゃないですかって個人的には思うけどね。まあ、皆さんがどう思われるかっていうところは分かんないですけど。なんで急にそんな話をしているんだ、バイオハザードをやってたはずなのに。まあ、こういうね、話がね、僕はね、ペラ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 喋るのが好きだから、一人語りで説教っぽい話をするのが好きですからね。おっさんなんですよ。まあ、真面目な話をする方がね、まあ、好きというか慣れてるというかね、まあ、そのところですね。はい。まあいろんなさ、こうバイオハザードで今後こんなんが出ていきますとかね、カプコンショーケースとかでさ、朝なんか早くからさ、モンハンとかね、
そういう系もやったりとかしてるけどさ、バイオハザードもそこで発表とかされたりとかしてるけどさ、そういうのはやっぱりそういうの専門でやってくださってる方々から情報を得る方が早いし、あの確実だし、何よりもやっぱり楽しいし信憑性高いし、ね、いやなんか俺が信憑性低くて楽しくないし、まあ、正確じゃないみたいな言い方になってるけど、うん、まあそれは否めないかもまあそんなところっすね、うん、まあそれはそれが得意な人たちに備えてね、僕はあのベラ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 一人で趣味のように語ってね、あのそういったあのなんか言った話が好きな人たちにこういった動画を見てもらえたらそれでハッピーかなというふうに思ったりもするんでね、まああのエロい話が聞きたかったらどんどんリクエストください。あのそれにちなんだ話をねもう用意しながらね、もうあの次回はまあ19歳の女子大生が、だから今回出てきたね、あの金髪で短髪であのショートカットのね、あの超美人のね女の子、大統領の娘の20歳のおっぱいプルンプルンしてるところなんですけど、まああのあれですよ、さらに1歳若い19歳の女子大生がプルンプルンおっぱいするところをね見ることができるというところなんで、ぜひお楽しみいただけたらいいのではないかなというところでございます。はーい、あれ衣装変わってるしマスク取ってるぞこいつら、いいのですよ、はい、こう7時間素晴らしいわ、プレスフル、え、これで A なの、マジ、あれ7時間半じゃなかったっけ、 A ランク取るのって、そうっすかそうっすか、まあまああの、ええ、いただけるのであれば、はい、ありがとうございますというところですね。はい。じゃあ、今回は動画以上とさせていただきたいというふうに思います。またね、明日以降、新しいバイオ実況をお楽しみいただけたら幸いです。ぜひね、それまでチャンネル登録ボタンとグッドボタンを押してお待ちください。ではまた次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。